やっぱり東京に来てくれたんだな、キリュウ。あいつなんでここに。お前は府警四課。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。四代目、弾はあと2発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや、親父。お、その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカなら、その下の連中を騙すのも簡単だからな。親父。まあ、そっちの色男は気づいていたようだがな、勝也。何なんだ、お前の目的は。俺ら東条会側の人間を殺す理由はわかる。だが、渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ子分、こいつらは。あいにく俺はもっとドライでね、俺が7代目になった時からずっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと。それが親父分の言う言葉か。手ごまさ、こいつらは花から手ごま。今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ、捨て駒にしはよく働いてくれたがね。おじい、教えてくれ。俺らんことけなすのは構えん。せやけどあんた一体何がしたかったんや。渡瀬の兄貴。ほら今めっちゃ寂しいね。ほらあんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで日本一の子分になるんが俺の夢やったからや。せやのに、なんで何も相談してくれへんかったんや。ああ、おやじ。それだよ、お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと。媚びも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ。てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに
泥も飲むことなく、てめえのカリスマだけで綺麗に極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父、いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカどもを操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃこのまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強いやつと喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほどその夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。